person we're going to feature next is Chiaki Hayashi. She is the co-founder of a company here called Lovework, and we are at that company right now, and Safecast is very blessed to have a small part of the Lovework office that we're using to keep all our equipment, a workbench where we build our stuff, but also it's a community hub for all our volunteers here in Tokyo or in Japan. And a lot of, and we get a lot of visitors from outside of Japan that are looking for answers around Fukushima, they'll come to this space. So this is the Safecast office. And maybe, Michael, if you can zoom out a bit and the widest you can, on the widest length you have, you can actually show a little bit about the office. Zoom out and show around a little bit. Now, not everything you'll see is actually part of our office. We're sharing this as a co-share office, and we're sharing it actually with a very exciting young company that makes 3D printed sneakers. If you're interested in it, it's called Mari Mono, I believe. Look it up on the internet. Amazing work by a young Japanese artist. So here's the office. You can see we have showcases, a lot of stuff. It's a bit of always a little bit messy because always a lot of things happening. And then to the left, this is part of Lovework. These are open space meeting areas. It's a very dynamic young company. We love working with them. In many ways, what we're doing, what they're doing, is creative work, and creative people, always, if they come together, they do more creative stuff. So Lovework has really been our home base for many, many years now, and Chiaki has always been very supportive. We're going to talk about that. She also has been affiliated with Creative Commons and other things in Japan, and very much, for me, a soulmate in for Safecast, and a great supporter. She's also on the board of Safecast Global. So let's, Kelsey, if you're ready to roll, let's roll. No, don't roll. Manada. Sorry. Abby, to you. はい。次に紹介したいのが、林千明さんです。林さんはですね、ロフトワークの共同創業者で、セーフキャストのオフィスはこのロフトワークの渋谷のビルの中に入っていて、ロフトワークの、オフィスの中にセーフキャストの曲がりをしていて、まあ、結構いろいろクリエイティブな人たちのオフィスがいっぱいここに入ってます。さっきちょっとカメラで回してもらったんですけど、3D プリンターで今、まさにその横で今、スニーカーを作っていたりとか、このこうコモンスペースがあったりとか、あと10階のさっきから音楽ライブでやってるところも、ロフトワークの、一部になります。で、林さんはすごくこう、セーフキャストにも長い間、まあ、私たちの友人でもあり、良いサポーターになってくださってます。で、あとクリエイティブコモンズに関与したりとか、あとまあ、最近には、セーフキャストの役員になられました。ということで、林千明さんのビデオをこれから紹介したいと思います。こんにちは、皆さん。今日がセーフカーストの10年の日なんですけれども、今日が千秋林スペシャルゲストので、今日がセーフカーストの話とかいろいろのクリエイティブな世界とか日本の中の話をしたいと思いますので、千秋がセーフカーストは結構長い間に一緒にいろいろやってて、最近が千秋もセーフカーストのボードメンバーになって、いろいろ私たちのサポートはたくさん やりましたので、10年の間で、今日は少しセーフカーストの話したいんですけど、ともその先に言っても日本の中で結構千秋よくしてる人いっぱいいるんですけど、今日もグローバルのオーディエンスでちょっと自分の紹介をお願いします。じゃあ改めてこんにちは、林千秋です。ロフトワークの共同創業者であり、今は会長してます。ロフトワークっていうのは、クリエイティブカンパニーというふうに私たち呼んでいて、クリエイティブでどうやって楽しいことができるか、もっと明日面白いことができるかっていうことに挑戦している、会社です。で、2000年に会社を作って、もう21年目になりました。で、その間にパブカフェというデジタルものづくりのカフェを作ったり、あとはクリエイティブコモンズのアジア代表をして、いかにそのコモンズ、共有のものを、世界中の人たちが共有することでどれだけ素晴らしいことが起こるのかっていうことも、見ることができます。
てきたし、まあ、最近だと飛騨の森で熊を踊るっていうような飛騨熊でオープンレーパーと、木工、ウッドストラクチャーみたいなそういうことも挑戦している。でもそのベースには常にやっぱりコモンズオープンデータっていうものがあるなというふうに思っていて、そういう意味でのセーフキャストの影響もすごくか あるなというふうに感じている今日のところです。そういう人間です。はい、ありがとうございます。あの今日もあの、うん、事実はセーフキャストのオフィスは、うん、これはあのロフトワーク の,、うんまあ、のオフィス の中なんで、うん、いつ もすごいクリエイティブの人たちに周りにいるんですけど、うん、すごく、まあ、インスピレーションパークですけど、うんうん、でそれであの、まあ、あのセーフキャストに対しては私たちが初めて会った時に、うんうん、あのセーフキャストですごいなんか、うん、あのやりましょうっていうのがありましたけれども、今見ると今ね、うん、今もう10年経ってるんですけど、はい、今見るともうどういう感じしてますか？うん、あの私はやっぱり最初にセーフキャストとの出会いが忘れられなくて、それはやっぱりピーターが千秋セーフキャストとあのセーフキャストをサポートしてくれないかと、うん、でかつあの放射線を、うん見るっていうことは半減期が30年かかる。そうですね、うん、だから30年がワンクールだと、じゃあやってくれないかって言われた時に、はい、なんかあのプロポーズよりもある意味重たいな、うん、って思って、はい、ですごく気に入ったのを覚えてます。でそういう意味では最初から半減期を共にする、だから30年を共にするっていう気持ちで、ずっと私セーフキャストと関わってきていて、なので、そういう意味ではまだ10年しか経ってない、これから20年もまだある、はいはい、でも、うん、その間になんかどういうコラボレーションが生まれてくるのかすごく楽しみだなと思って、なるほど、そうですね、うん、まだ10年ということなんですけど、うんまあ、あと、まあ、あの千秋も言ったんですけど、うんそのまあ、じっと見ることがすごく、うん私たち大事と思ってたんですね、うんうん、あのこれから、うん、あの忘れないようにとか、うん、あともサイエンスも長く見ることも大事だし、うん、オープンデータにするのも大事だし、うんでまあ、今あの、うん、そのまあ、現在が、まあ、現在がその面でもたくさんのデータが集まっていますけど、まあ、いろんな社会も10年間の間によくいろいろ変わりましたですね、あの世界から見ると、でそれでこれからまあ日本の中でも日本から見てもグローバルで見てもこの、まあ、そういう将来をどのように感じしますか？何がこれから発生するとか、そのこれからの20年間に対してが、あのそれは今回 その10周年、まあ、本当におめでとうございます、関係ないんですけどいきなりですけど、で10周年にあたって改めてセーフキャストのこう果たした役割っていうのを自分なりに考えてみた、うん、でやっぱり10年前はこうオープンデータとかやっぱりそういうデータを自分が測定することができるっていう概念がなかったと思う、やっぱり。でだけどセーフキャストがこうやって本当に世界中にいやいや放射線だって自分たちで測ることができるんだよっていうことをなんか示してくれたことで、例えば今コロナになってるけど それもね全部やっぱ当然のようにオープンデータがどうなっているのかっていうことをベースに、じゃあ緊急事態宣言をやめるべきかどうかとかっていうことになってきてるから、うん、やっぱりねこれはねあのセーフキャストが果たしたオープンデータっていうものに対しての貢献はすごくあるなというふうに思っているし、これからますます、そういう意味ではオープンデータをもっともっと私たちが共有していかなきゃいけないっていうふうには思うんだけど、でも一方で地震のことを今回10周年、その10年経ったっていうことで
改めて忘れてしまっている自分っていうことも気づかされた、はい、うん、やっぱりあの時の、気持ちが日本離れなきゃいけないんじゃないかなと思ってたぐらいな、そのもうね、福島もダメだし日本離れた方がいいのかな、じゃあどこに行けばいいんだろうみたいな、 そういう会話がなされていたのが、うん、10年の間にまた普通の日本に戻ってっちゃってる、うん、でも、うん、そこを改めて考え直した時にやっぱりオープンデータがあるからこそ、信頼できる、データになっているっていうか、なんかそういう、やっぱ信頼できるデータっていうのはものすごく大切だなと思っているし、 それは政府が作るというよりはやっぱり一人一人が作ってるっていうことが何よりも信頼できることだなっていうふうに思う。 でそれはクリエイティブコモンズも一緒なんだよね。そうですね、うん、すごく、まあ、すごく関係あると思うんですね、うん、だから、まあ、その10年の間にもすごい経験になったし、うん、まあ、現在が、まあ、COVID の時代に入るというのも、うん、僕に対しては10年と全く同じ感じしました、うん、見えない、危ないものがある、分からない、うん、データもない、うん、誰が、うん、誰が安心ができる、なんか死は分からない、うんうん、やはり皆さんでやらないと、うん、そういうなんか不安のところが残るし、うん、あとはまあ政府から見てもみんなでやるという方がやりやすい、いや本当にそうなんだよね、と思ったんですね、うん、だからまだ 僕も言っても、まあ、まだこれからこういうオープン社会を作るというまだたくさん、うん、日本だけではなく世界的にすごいチャレンジはあると思うんですけど、あと、うん、だからそういう意味ではピーターにとっては10年前の放射線とその今回のコロナウイルスが一緒に移ったってことなんだよね、の気分しましたっていうことだよね、はい、でそれは私にしてみると違うものになったんだけど、でもデータっていうことで見ると本当全く一緒ではない、ま、同じ見えない、同じそうだから見えないだけど、測定して一人ずつが測定すると分かることができるっていうか、はい、だからそういう意味では、はい、本当一緒なんだな。そうですね、うん、COVID 始まっても、うん、その PCR 検査っていうのが本当に少なかったんじゃないですか、うん、あまり測れないですっていうとは、うん、なんかみんなまだ分からなかったっていうのもあったんですけど、うん、みんなも測れなくていいとか、うん、いろんな意見があって今は、うん、とりあえず測って、うん、それでよくもっとよく管理ができるんですね、うん、福島の時も、うん、初めてデータで何もなかったじゃないですか、それでいろいろ管理ができなかった日本の政府もなんか国に、うん、ここで避難したとかいろいろ今見てももっとデータあったらもっと正確な方法があったかもしれないですけど、もちろんその時みんなはよくなんか頑張ったけど、まあ、データはもっとデータあった方がいいかと、今 COVID も今1年間経ったからデータはだんだん分かってるんですけど、1年前から見ても全然そんな全く同じ問題が発生しました。あとはまあ空気の問題もいろいろこれからもグローバルそのグローバルクライマーチェンジに対してもたくさん測らないといけないと思ってますけど、あとまあ最後の方が、うんうん、チャッキーも、うん、ロフトワークっていうか、まあ、ファッカフェもあるんですよね、うんうんうん、でそのクリエイティブの方とかアーティストとか、うん、もうたくさん素晴らしい人たちがその、まあ、技術とかアートとかあとは、まあ、ソーシャルイシューとかの中で、うんうん、私たちの美帰りも事実はファッカフェ一体で作ってますので、はい、そういうこれからもそういうアーティスティック、うん、アーティストから見るっていうのが、うん、そのデータとアートとかっていうのがいろいろが発生すると思うんですけど、うん、どの感じしますか、うん、そのアートワールドから見るとそのクリエイティブの方から見ると、やっぱり、そのピーターがデータとかね、そのデータの重要性を理解する人間だとしたら、まあ、普段のロフトワークはクリエイティブ、それをどういうふうに一人一人の人間が使う立場として、使いやすいかとか測定しやすいかっていう形になってくると思うよね。で、やっぱりその政府キャストはそういう意味では、まあ、もちろんもっとよくはできるんだけど、でも、その
クリエイティブマインドも最初からあったなと思っていて、うん、やっぱりこれをなんていうの、弁当っていうかさ、そう、弁当が良かったですね。そう、弁当って言っちゃうところとかも含めて、なんかすごくこうクリエイティブマインドがあるなっていうふうに最初から思っていたし、だけど2013年にさ、グッドデザイン賞を取ってるわけですよ。そうですね。ね、そうですね。うん、で、グッドデザイン賞っていう日本では、うん、まあ本当ね、いいデザインに与えられる賞の受賞もしているし、はい、なんかそういう意味でやっぱりクリエイター、クリエイティブマインドとかクリエイターとのコラボレーションって、データの重要性ではなくて、結局それがどういう時に見たくなるの、最終的なユーザーはどういう時に見たくなるの、そうですね、それは毎日見たくなるの、うん、それとも毎朝見たくなるの、月に1回で、それともそれはいいのっていう、うん、その瞬間を切り、なんていうかな、どういうふうにデザインするのかっていうのが、やっぱりクリエイティブのその視点が必要だと思っていて、はいはい、で今はやっぱりこう政府キャストってどちらかっていうと、でもやっぱりこう佐野をそのデータサイエンティストとか、まあ、そういう人たちが中心に動いてはいるんだけど、はいはい、それがこう毎日パッと見ただけで、うん、あ、今日も大丈夫、そうですね、みたいな風になってくると、より、うん、重要性が増してくるなというふうには思っていて、なので今回10周年にあたり、エアトーンだっけ、エアノート、そうです、を発表するんだよね。そうですね、発表しますね、うん、でエアノートはやっぱり空気をさ、しかも毎日毎朝、はい、今日の空気はいいよね、はい、今日の空気は良くないよねっていうのを、もうアメリカではさ、そうやって毎朝見てる、毎日見てる方がもう出てきているっていう、出てきてるんですよね、今はね。だからそれは今まで私たち日本人はなんか全然その空気がダメ、いい日悪い日っていうのがあるの知らなかったんだけど、うん、一度測定し始めるとこんな違うんだみたいなことに気づくのかなっていうふうに思っていて、ね、だからその時にやっぱり使う視点っていうのをこれからのそのロフトワーク、あるいはそのパブカフェ、はい、とのコラボレーションで、もっと面白いものにしていきたいなっていうふうに思っています。ありがとうございます、はい、で、まあ、それでこれからまだとりあえず20年間で、うんうん、あと20年ね、あと20年でで、ぜひ頑張り、一緒に頑張りましょうと、一緒に頑張るし、うん、ボードメンバーとしても新たに頑張っていきたいと思います。ぜひよろしくお願いします、ね、はい、それで今日が千秋愛心さんありがとうございますので、あとは皆さんどうでしたか、ロフトワークと千秋愛心さんのストーリーと、うん、あとこれからも、うん、まあ、ずっとやれないといけないというのこといっぱいあると思いますので、うんうん、それで今日が生活でぜひサポートでよろしくお願いします。よろしくお願いします。